フェザーニュースキャスターの白井ゆかりです。12月30日水曜日の全国の天気をお伝えします。予想天気図を見ていきますと、今日朝のうちこの低気圧の影響によって西日本から東日本を中心に雨の降るところが多くなりそうです。この低気圧が抜けた後、こちらには非常に強い寒気が西から流れ込んでいく予想となっています。今日は雪の降るところも多くなりそうです。では各地を天気アイコンで確認していきましょう。西日本のエリアを見ていきますと、曇り優勢の天気アイコン、ただ福岡、大阪、鹿児島でも雪のアイコンがついています。朝のうちは雨の降っているところでも、昼間一旦雨が止んだ後、寒気の影響で雪の降り出すところが西日本では多くなりそうです。特に日本海側の地域では雪がしっかりと降り、山沿いを中心に翌朝にかけて道路にうっすらと積もる恐れがありそうです。また東日本のエリアでも、関東朝のうちは本降りの雨となるところが多くなっていきますが、次第に日差しが届くお天気となります。一方で北陸エリアでは雨の降る空から次第に雪へと変わりそうです。内陸を中心に雪の降り方が強まり、大雪に警戒をしてください。北日本に関しては、東北北部から北海道の日本海側、朝から雪の降っているところが多くなっています。こちらも沿岸では暴風が吹き、猛吹雪となる恐れがあります。また内陸を中心に積雪の増加にも警戒をしてください。今日は全国的に右肩下がりの気温となっていきます。この後は厳しい冬の寒さになりそうです。防寒を万全にお過ごしください。